プラットホーム駅前ロータリー、平田町駅は、三重県鈴鹿市山所3丁目にある、近畿日本鉄道鈴鹿線の駅。鈴鹿線の終着駅である。駅番号は L33。短式ホーム一面一線を持つ、地上駅で到着した列車がそのまま折り返すのみの構造である。ホームは、下り側にあり、伊勢若松方面駅の列車が発着する。駅舎は、 車止め付近の南に位置している。白子駅管理の友人駅で、ピタパー以降カ対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。1982年までは、ホーム一面に対し両側に線路であり、折り返し車両はどちらの線にも進入していた。現在では、ホーム南側の線路は撤去され自転車置き場と、ホーム上の待合室になっている。近年における、 当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅周辺の標識や施設、店舗名などの表記においては平田駅と省略したものが多く用いられている。駅南西にはかつて日本海軍の施設があったが、この跡地利用策の一環として大規模工場のほか鈴鹿線の誘致がなされ、 朝日成やホンダ技研工業などの工場が立地している。バス停の名称は運行主体によって異なるが、いずれも駅前ロータリーの同位置に設置されている。ありがとうございます。